マノッチです。違法賭博録水原やっていきましょ。ルールの変更特になしです。はい、今日は準々決勝ですね。駒がね、はい、読めません。はい、前評判 A、 頑張っていきましょう。ここだね、乗り切りたいね。もうちょいやりたいんだよな、もうちょい成長させたい。まあ優勝はもちろんねしたいけども、ちょっとここで負けるのは寂しすぎるかなっていう感じはするな。せっかくここまで来てもったいないなというか。はい、コメント読んでいきましょう。翔さん、自打球で足首痛めてまさかの2軍です。知らんかったな。代わりにビシエド選手が上がってきた。だね。結果はマルチにファインプレー。おう、いいじゃない。そっか。いや翔さん、そんなに大きな怪我ではないんでしょ、きっと。カップ焼きそばでもマヨしますか。するね。ただあのペヤングとか焼き弁とかそっち系の、カップ焼きそばにはしない。麺が太いタイプ、ごつ盛りとか UFO とかそっち系だったら、マヨはするかな。栄冠9になると自然と他の企画より話数が増えますね。面白いからいいけど増えるね。菅野投手、体調不良で抹消されました。体調不良ってのに気になるね。風邪とかどういうレベルなんだろう、体調不良って。固有戦術のルーレット、前評判 C ならどうせ回しそうだし、そもそも C って割と強い時もあるから前評判 D かルーレットカットでいいのでは。これね、まあ、動画冒頭でルールの変更なしみたいなこと言ったけど、これは変更します。この通りというか、そうしようかなと思ってます。最近よく漫画動画とかで見るコメント、コメント欄でのネタバレ防止のためにここのコメント固定してください。朝のね5時ぐらいに固定しといた。何回聞いても効果のときめくときめけときめけばのところ好き。俺も好き。あのハートつけといたから。アイテム使っていくよ。お褒め。さっきねパッと見たらね、箸詰めがね普通だったんだよね。だから箸詰めに使う、このぐらいなんだよね、せいぜい使うところで言えば。あとはまあ主力は全然いいんだけど、まあこれ木島ワン、ここら辺をどうするかなんだよな。ここはいらないかな。ちょっと鬼畜作取っとこうかな。はい、よし行くか。一番でっかい数字だ。はい、水田かな。そろそろ打てんでねえか、普通にパンパンホームラン。ミート44もあるぞ。いくか。強振積極縛りはやめようと思うかな、彼。まあちょっとこの試合に関してはね、できることの最善を尽くして勝ちたい。はい、ルーレット。固有戦術の有無です。6項目に減ったわ。これでいく。スタート。なんとかどうにかアリを引きたくてさ、できればズルなしのアリを引きたいんだけど。あ、回る、回んない、回んないね。なし。打順シャッフルです。シャッファー。あ、橋爪、イブスキ並んだね。いいね。これがあるだけだいぶ違うと思うんだよね。オーダー組みました。今日結構いいんじゃないかなと思う。結構いいよね。はい、まあ向こうのピッチャーは王子ではないだろう。王子とやりてえな。いるのかな、そもそも王子は。今日が終わればベスト4が決まるということになります。甲子園大会準々決勝、存在してるのか、この栄冠の中に王子はいないよね多分。三塁側、お願いします。駒金、すでに三塁側一塁側カラフルな応援団を散っています。さあ注目の準々決勝、強いですな。
2回の裏桜島攻撃に入ります。バッターは東京の大砲橋爪。まあピッチャーなら勝ってる、うちの方がいい。こりゃ強いぞこりゃ強いぞ。走るのはそうだね、イブスキーぐらいかいけそうなのは。強いな。まあただ勝てるだろう。もうここはもう積極的ラネにし打ちました。痛烈。あどうまい。大西自分でベースを踏んでアウト。勝ちて。いい当たりでした。おふっとよかった。慎重に行ってみようか。いや打法お任せで行ってみようか。それかもうすべてお任せで行ってみようか。すべてお任せだ。初球を打ちました。ナイバッチャー。橋爪ナイスバッティング。ツーアウト。チャンス。水田頑張れ。初球を打ったピッチャー正面。うまい。アウト。スリーアウトチェンジ。4回まで。1点じゃしんどいな。どうする。あごめん、サードランナー誰。スクイズのレベルは高いけど、うわ迷うな。犠牲フライはこうよっぽど遠くに飛ばさないとだよね。打たせよう。追い込まれるまで強振引っ張り。ナイバッチ。いいね。お、いいね。いいね。素晴らしい。だいぶ余裕できるぞ。手島は流したいけど、センター返しか。手島頑張れ、つなげ。よし、あーダメか。あもう無理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 。向こうみんなシュー上手かったもん。これでツーアウト。転がすか。どうする。流し。いやーどんまい。今日はもう迷わない。まず励ます。もう眉村しかいないでしょ。切れろ切れろ切れろ。よしいやもう一丁か。頑張れ。 OK。 はい、よし。これで3アウトになります。2塁打。6回の裏華麗に流そうぜ。橋爪引っ張りに警戒します。しました。内野ゴロ。華麗だね。掴んだ。1塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。いい感じだな。頑張ってんな。うまい。ボールを取る。一塁送球。ナイスバン。一塁アウト。せめて進塁はさせてほしいな。どうぞ流しにすっか。いや転がすかな。転がす。あピッチャー変わってる。転がせがいい気がすんな。決めて。打ち打ちどうだ。いいよ。スタンドに入りました。ファール。しましたピッチャー。ナバッチ。さあどうもいいバッティング。
さっきと同じパターンでもう1点欲しいな。ナイバッチ本当にナイバッチだ。いいね。抜けた。レフトバックホーム。手島ナイスバッティングです。右バッターボックスは3番イブスキ。イブスキチャンス、あ、チャンス C あるの。それでも初球を打ちました。ピッチャーの C。うわアウト。しょうがないですね。あ、近いだべ。盛り上げる。よし、ゲッツ。無理か。アウト。ワンアウトランナー二塁。さあ、ここは抑えたい場面。バッターは高橋。ここ乗り切れば勝ち見えるぞ。低めのボール引っ掛けた。当たり損ない。よし。これでツーアウト。さあね、もしここらでホームランでも打たれようもんだったら、こっちも顔色変わっちゃうからな。腕は引っ掛けた。オッケー。いやいやいや、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここ8回とどめさせや。打ちました。内野ゴロ。大西ボールを掴んだ、はい、大西そのままベースに入ってアウト。さあ、よし、受験桜寺。さあ、ここは守備を変え、頑張れ。頑張れ。よし、左バッターボックスには牧野。今日はここまで3、1、2塁間のゴロ、1塁送球アウト。さあ、いよいよ、あと1つ。マユムラすげえマジでやべえ、これはすごい。本当にインコースのボール左へ、外のボール、はい、ボテボテのサードゴロ、あっと弾いた、取れない。記録はサードのエラー。サードのエラーです。しょうがない、大丈夫、まだ余裕ある。タッチはセーフ。タッチセーフ。すげえよ、前村マジで。効果歌おうぜ。今喉をどうした。見事な完封勝利。夏の甲子園大会準々決勝戦を勝利しまして、ベスト4が決まりました。歌おう。ギラギラ眩しいマイフレンズ、ほのかに香る春のフェーボー、虫けらみたいな俺たちのドユキの未来をつかみ取れた、きめくときめきときめきぼー、桜島高校。いやー、駅伝で甲子園球場からお伝えしました。今日うち強かったな強かったな。よくまず点も取ったし、ヒット4本でよく抑えたよ。真由村月島バッテリーは素晴らしいですな。はい、いやー大活躍だったね。ちょっとだけが超ノリノリは、あ、いけない、進めない、無理かな。せーのトーン、あ、無理か、カードの数字減らすわ、1下げます。はい、で、2、
公式戦10連勝らしいです。せーの、ドン。前評判 A、 糸島商工、ちょっとわかんないですね。いやー、フットすごかったな。いつだかのコメントで一番合ってんじゃねえかってコメントあって、今日一番でよかったね。福岡県ですね、糸島。なんか向こうのカードすごいな。なんかどこだ、湘南か。20対15ってすっげえ試合してんな。あれ、俺湘南とやってなかったっけ過去に。あ、決勝で負けてる。湘南上がってこいや。はい、明日は準決ね。前評判 A、 糸島商工頑張りましょう。終わり、さよなら。